youtube です、えー。今日は先年となります、えー。もうそろそろ年度末ですね、えー。カレンダー作りで苦労しております。えー、来年のスクールのクラス編成、えー、少し、えー、変更が出ます。今、えー、高学年はフォワードクラスとアタカークラス、低学年はカンテラクラスとプレイストライカークラスというシュートに特化、えー、したクラスと、まあ、あとはボール運んだりとか止めて蹴ったりとか、えー、その二つのクラスをやってるんですけど、トツの方では えー、ちょっとカリキュラムの変更を入れまして、えー、新しくまた発表させていただきます。で、まあ、2月中には、あの、おそらく発表できるかと思うんですけども、体験の方はもう随時、えー、受けております。あのー、特に今の2年生とかね、来年2年生に上がる子たち、それから来年はもう手学年は、今2、3年生だけだったんですけど、1年生から3年生、えー、全部スクールの方を受けますので、 現年長さんとかね、現1年生、現2年生も体験の方随時受けております。普段のね、スクールの中で体験を来てもらっても構いませんので、ホームページの方からご連絡の方よろしくお願いいたします。あとは、ユナイテッドのアンダー8、来年の1、2年生ですね、この間の1月22日のプレイ活動を最後にですね、チーム指導の方が決まりました。スタート、6人スタートって言ってたんですけど、まず5人で、 まあできるかなというところでスタートいたしました年長さん現在3人1年生2人ですね、えー、まだ試合経験とかないんですけども え、育てていけばいい選手になるかなというふうに、まあ期待の方が多いですね。で、2月の方から、活動の方をスタートしております。で、こちらの方はセレクションがないので、えー、来年度、1年生、それから2年生になる子で、えー、ちょっと真剣に、えー、サッカーやりたいなとか、土日で試合を経験したいなという子は、えー、2月中のですね、えー、こちらの日程で、えー、活動をしております。で、参加の方、無料体験は、あ1回、えー、受け付けておりますので、 えー、お問い合わせいただければ、あの、チーム体験の方できますので、えー、チーム活動をご検討の方はぜひ、えー、ご連絡の方よろしくお願いいたします。いい活動になるかなと思っております。 はい、でユナイテッドの方です、ね、もです、ねえー、今、3、4年生、えー、入団選手がちょ,ちょいちょい増えてきてですね、あとは練習会参加してくれる子もあの多くなっております年度末に向けて3、4年生も、えー、チ,ームをチームというか選手を募集しております4年生はあと4人ほど3年生はあと、まあ、上限はありますけど。 まあまだ定員にはいってません2年,生2年生は今1人しかいないんで2年生でま出場機会とかしっかり鍛えたいなっていう子は狙い目なんじゃないかなって思っておりますが、まあ、うちにいる2年生はもうずっと飛び級して試合を出ていくようなイメージになるので今いる1人の子なんかはかなりいいかなと。 えー、思っております。もう出場機会に恵まれない本当は試合に出たいんだけどもうちょっと活躍したいなとか実力身につけたいなっていう子にはうってつけかなと思っておりますので選手の募集もぜひ選手募集も行っておりますのでぜひぜひ、えー、遊びに来てくださいよろしくお願いいたしますそれとで,ですねあとこ、まあ、ちょっとちょっとした変化なんですけどうちチーム名に、えー、と地名入れました今まで選ん えー、フットボールクラブとかエラン、えー、ユナイデッドっていう風な形で活動したんですけど、えー、一番最後のツカ、えー、一応今から入れていきますエランユナイデッド戸カみたいなエランフットボールクラブトツカみたいなまああのー、ね自分がトツカで活動を拠点に広げていきたいとかこの町でサッカーをこうもうちょっと根付かせていきたいとか、ね、弟も帰ってきますし、えー、それからスタッフもみんなトツカ区のスタッフなんで。 いや戸塚でやろうとしてるのに戸塚の地名が入ってないのダメじゃねえと思って、まあ、一応細かいとこですけど戸塚と、えー、入れさせていただきましたまあ戸塚と言いながら境区の選手とかね、えー、まあそれ以外の市からも来ていただいてるんですけどあのね戸塚ってねなんかあの最近はこうサッカー 不毛の地とか言われたこともあるんですけど、そんなことないなと思ってて、あのー、ま,あ、まず、いぶき兄弟がいるじゃないですか。<laughs> まあ、それはさておいて、まあ、私たちも戸塚で育った選手ですし、あとは今、日本代表の遠藤航選手も戸塚区の出身ですし、それからね、もう引退されちゃったんですけど、元鹿島アントラーズでワールドカップの 2002年の時の代表の中田浩二選手とかもね、えー、南戸塚の出身なんですよあの意外と戸塚ってねあのいい選手が出ててたりとかしてるんです近辺でやっぱりいい選手とかね、えー、どんどん出していけたらいいな戸塚出身の選手 J リーガーがいっぱい出たらいいなということで、まあ、そんな願いも込めながらあうちは戸塚でやってますよということで、えー、クラブ名の方に戸塚を えー、入れさせていただきました。ですので、新しい年に向けて、とつの子供たち、えー、選んでサッカー一緒にしませんか来年はね、幼児のクラス、幼児のクラス、今月曜日のトレジャークラスっていうのがあって、えー、ここは月の回避も安く、まあ、体を動かしながらね、ボールを蹴るクラス作ってます。で土日もね、日割り参加とかでね、 一回参加とかで試合ができるクラスとか作ろうかなと今は考えております。来年はね、何しろ僕一人じゃないので、あの、スタッフかなり増えますからね、えー、みんなに一生懸命動いてもらって、えー、子供たちにそういうサッカーの場がね、えー、提供できるように、またあの、お父さんお母さんたちもね、子供たちと一緒にこう、サッカーにこう熱を上げる環境が 作れればいいなということで、一生懸命頑張っておきます、あ頑張っていきますので、よろしくお願いします。またあの、クラスの詳細とか出ましたらね、えー、またホームページとか YouTube でアップしいたしますので、あの、インスタグラムの方もどんどんチェックしてください。うち、情報の更新がね、ホームページなのか、インスタなのか、YouTube なのかわかんねえよって言われるんですけど、まあ、一応全部で、一応ね、あの、情報は入れてますので、全部チェックしてください。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。